今度はですね、死臭病のリスクファクター、これをですね、まとめていきます。まあ、リスクファクター、いわゆる死臭病はなぜ起きるのか。死臭病が起きる原因ですね。まあ、原因因子。ファクターというのは因子ということを言いますので、死、ま、臭、あ、病の原因因子、これらをですね、しっかりと整理していきましょう。まず死臭病のリスクファクターというと、大きく分けて3種類に分けることができます。さあ、それぞれ何因子というでしょうか。この因子を3つ、まず出すことができるか確認してください。というと、まず1つ目というと、 最近因子ですね。最近が原因だよと。最近因子で。次にですね、宿主因子。まあ、本人そのもの、ホストの原因だよと。そして最後には、環境因子。その人のいる周りの環境。まあ、その人の何かが原因だ。環境が原因だよというのが環境因子です。まあ、これら3つ因子がありますが、具体的にどんなものがこの因子、それぞれの因子に分類されることができるでしょうか。思い出せますかね。最近因子といえば、どんなものが出るでしょうか。 必ず全部、これ全部ですね、出せるようになる必要があります。細菌因子というとですね、そのまま、細菌が原因だと、細菌そのものが原因。これが細菌因子です。プラークですとか、プラークがついてるついてない、プラークがどれくらいついてるプラークの量、こういったものがもう細菌因子。口の中に歯周病菌がどれくらいいるか、そういったものがですね、細菌因子に含まれるんですね。細菌の数とか、細菌の能力、こういった細菌にフォーカスを当てているもの、すべてですね、細菌因子に分類されます。これはもう右食活動性、 試験なんかでもかなりで出てきますよね。何を最近因子としてみるかというと、もう最近そのものにフォーカスを当てた時点で、最近因子を見てるんだということになるんですね。で、次に宿主因子というと、その本人の問題、患者さん自身、そのホスト、患者その宿主本人の問題だということで、どういうものかというと、まあ年齢とか性別とか遺伝的因子、ないしは全身疾患なんかというですね。いわゆる もう本人そのものの問題なのでなかなか変えることが難しい本人の頑張り努力でなかなか変えられないっていうのがですね宿主因子に含まれますで環境因子はどんなものかと言いますとこれはですね喫煙ですとかストレスですとかもう食習慣とか国営性習慣ですね歯磨きするとかしないとか歯磨きがうまいとか下手とかえそういったものですねこれもですね環境因子に含まれるんですねでこれらはですね見てもらうともう喫煙とか 航空清掃習慣、食習慣なんていうのは、まあ、本人の努力次第で変化できそうですよね。まあ、習慣ってくるとか、頑張って変えようと思えば変えられる。本人自身の問題と。本人で何かすれば変えられるでしょう。 っていうものが環境因子に含まれると思ってもらっていいんですね。まあ本人の問題でしょっていうと、あ、宿主、本人の問題だから宿主因子じゃないのと、習慣だから本人の問題、宿主因子だって思いがちなんですけれども、本人自身でなかなか変えられない、生まれ持ったものとかっていうのが、これ宿主因子に含まれるので、自分自身で変えられる習慣みたいなものをですね、すべてこれ環境因子に含まれるんですね。これしっかり、宿主と環境の違いをですね、しっかりと区別しておきましょう。 で、それぞれを具体的に見ていきます。まずは細菌因子の中に含まれます、死臭病原細菌について細かく見ていくんですけれども細、細かくというか代表的なところだけね、見ていくんですけれども、まずこのピラミッド、見覚えがあると思います。大きく分けて死臭病原の細菌というと、ピラミッドにこう分けることができまして、一番上の赤い頂点ですね、赤くなってます、これ。 レッドコンプレックスって言いますよね。ここの、この頂点に君類する細菌たちをレッドコンプレックスというんですね。で、これはですね、内毒素という能力があり、タンパク質の分解酵素というのも持っています。で、タンパク質というと一番代表的なのは、やっぱり私たちの血なんですよね。ブラッド。私たちの血液。これが一番もうタンパク源であり、この血が大好きという特徴を持っているのがレッドコンプレックスたちなんですね。つまりタンパク質の分解酵素というのは、 酵素ですから、タンパク質を溶かして、まあそれを食べると、それを餌としている。まあ、血が大好物というのが、レッドコンプレックスの特徴なんですね。なので、まあ口腔内の炎症が起きて血が出たりしてると、その歯周病原菌たちが血を、うまいうまい、やったやった、たくさん血だって言って喜んでね、大活躍も活発になっちゃう。暴れちゃう。それによって、歯周炎がどん,どんどんどん進行していくということになりますので、まあ血が大好きな子たちっていうのが、このレッドコンプレックス。この赤がなぜ、なぜ赤なのかと。 いろいろ分類されるんですね。オレンジコンプレックスとか、ブルーとかパープルとか、いろいろ分類される中で、なぜ頂点に君類するものがレッドなのかというと、やはりこれは血を意味しているそうなんです。まあこれは余談なんですけどね。血を意味するレッドコンプレックス。血が大好きな人たち。血、血をもうタンパク源として、血を栄養素として生まれ生きているのがこのレッドコンプレックスたちなんですね。まあゆえにこのレッドコンプレックス3つあります。出せるでしょうか。 これを3つ必ず出せなくてはなりません。はい。これも呪文のように、フォルフィモラス・ジンジバーリス、テネレラ・フォーサイシア、トレポネマ・デンティコーラということで、この3つをですね、もうどんな形でもいいので、必ず覚える必要があります。で、あとですね、これカタカナではもう選択肢の中でカタカナで出てくることは絶対にありえませんので、必ずこの英語表記で覚える必要があります。フォルフィノモラス・ジンジバーリス、トレポネマ・フォーサイシア、トレポネマ・デンティコーラ。まあ、ものによってはですね、P、省略して P、 人事ジジバーリス、t フォーサイシア、t デンティコーラ、なんていう風に出てくることもありますが、まあどちらにしても英語表記でですね、必ずこの3つ、レッドコンプレックス、もう呪文のように覚えてください。自分で何回も言ってみてください。で次にですね、宿主因子を細かく見ていきます。この宿主因子もですね、大きく分けて、まず2つに分類することができます。2つです。宿主因子。と言いますと、まず、局所性の就職因子。 全身性の就職因子ということでこの2つに大きく分けることができるんですねで、この就職という言葉がまあ、日本語でよく使う就職っていうと何かをこう飾る言葉になりますよね就職なので刺繍病を進行させる因子と思ってもらっていいと思います刺繍病を進行させる どん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 悪化させる因子だよというのがこう就職因子という言い方になっていると想像してもらっていいと思うんですね。で、局所というとその一部に留まっているものになりまして局所因子もさらに細かく2つに分けることができましてこの2つですね炎症性と外傷性というのに分けることができるんですね。で炎症性はと言いますとこれがまさしくですね歯石だったりとか右食だったりとか口呼吸だったりとか熾烈不正ということがあるんですね。でこれらはすなわちプラークリテンションファクターと いう言い方をするんです。プラークってのはプラークですよね。で、リテンションファクター。ファクターは因子。で、リテンションなので、プラークをですね、再度つきやすい状態にする。プラークが口の中にとどまりやすくする。リテンション。リってことはもう一回ってことです。リターンとか、もう一回リ。RE はリ。もう一度、サイということを意味しますので、まあ、プラークをまたくっつきやすくする因子というのが、このプラークリテンションファクターでして、 そこに入るのがですねこう歯石まあ歯石がついてるとその分プラークがつきやすいわけですよね歯石そのものも当然機械的な刺激があって歯周組織にとってはダメージなんですが歯石がついてる紙面っていうのはその歯石にプラークってすごくつきやすいんですねなのでプラ立派なプラークリテンションファクタープラークがつきやすい状態プラークがつきやすくしている原因なんだよということになりますまあ高呼吸なんかもそうですよねプラークが溜まりやすい自浄作用を下げるということになります ですが、まあ、不正な補鉄とかね合ってない不適応な修復物なんかっていうのも立派なプラークリテンションファクターに含まれますで外傷性はと言いますとこれさっき出てきました外傷性交互ですね外傷をもたらしうる交互だったりとか、まあ、ブラキシズムですね歯ぎしりとかそういったものがですねこれらに含まれてきます。 そして、全身性就職因子はというと、これももう、これはもう全身的なものになりますので、ま年齢とか人種とか性別とか、全身疾患、まあ、本人そのものではどうにもならないものの、まあ、代表格とも言えますけれども、まあ、そういったものが、この全身性の就職因子に入ってきます。いずれもですね、この、これら宿主因子は、どれも患者さんそのもの自身で何か変えるのは難しいものになります。まあ、死不正なんかもそうですよね。患者さん自身で、あ、死列がちょっと不正だから治さなきゃって、治せないですよね。 もう積極的な治療専門的な介入がなければ治らないものというのがこの宿主因子に含まれるものになりますこの全身疾患についてを細かく見ていきますと 今ですね、ペリオドンタルメディシンという言葉があるように、歯、ま、周、あ、病と全身疾患はもう密接な関係があるよということを、もう一般的にも広く知られている状態になっています。なので、これは必ず詰めておかなくてはいけないんですね。歯周病によって全身疾患になるし、全身疾患によって歯周病になるしっていう、お互いもう密接な関係にあるよというのが、今も多くの人にも知られている状態になっています。その上で、歯周病のリスクファクター、歯周病のリスクファクター、 こ,のこれがあると歯周病になってしまうよというのがまず1つ目と歯周病がリスクファクター歯周病になるとこの全身疾患になるよということと、まあ、最初精神的な理由というこの大きな3つをですね分けて細かく見ていきますと歯周病のリスクファクターといいますと糖尿病ですとか骨粗鬆症というのが入りますね歯周病と全身疾患で一番代表といってもいいのが糖尿病ですよね で骨粗しょう症っていうのも、まあ、骨がこう減ってしまう例えば蛾骨の骨もですねすり減ってしまうとそれだけ蛾骨が薄くなると歯周、まあ、病になりやすくなるわけですよね糖尿病骨粗しょうがあると歯周病になりやすくなるよということなんですね歯周病がリスクファクター歯周病があることで起きてしまうのといえばそれはこれらですね糖尿病そうなんですね糖尿病糖尿病だから両方入るんですね糖尿病は お互い糖尿病自身が歯周病をもたらすし歯周病自身が糖尿病をもたらすしということで本当にお互い密接な関連にあるというのがこれ糖尿病なんですね誤嚥性肺炎というのはですね歯周、まあ、病口腔内にお口の中に歯周病菌がたくさんいてそれをですね誤って誤嚥してしまいますと歯周病菌がそのまま肺に行ってしまうわけですよね歯周病菌ってものすごく強めの菌なのでそれが直接肺に行ってしまうとそれはもう問題と いろいろ菌が繁殖してしまったりとか肺炎,肺炎肺をいろいろ炎症させる肺炎を起こしてしまう一番の原因になるということで誤炎性肺炎も起きるよとそして低体重視出産や早産といったものも歯周病がリスクファクター歯周病が原因で起きてくる可能性が高いということなんですねこれらもですね必ずパパパッと全部出,す出せるようになる必要がありますそして3つ目に精神的な理由というところでストレスとかですね 自分でちょ。本当は口臭がないのに口臭があると思ってしまったりとかまあ、ブラキシズムですね。もうストレスによってギリ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 やってしまったりとか、まあ、内緒ですね。死肉炎等が起きるということで、まあ、全身疾患と歯周病という中で、ま歯、あ、周病とストレスというのもですね。立派な関係因子関連を持っている因子だよ。ということで、今注目されているところなんですね。で、もう少し広くですね。ざっくり整理しておくとま歯、あ、周病と関係する関連する。全身疾患とすると。 さっき挙げられてました、糖尿病ですがか、誤嚥性肺炎、骨粗鬆症、え、症、早産、停滞重視っていうのは、前の、一つ前のスライドでも出てるんですが、その他として、やはり血管障害ですね、血管障害。まあ、歯周病が原因によって血がこう、ドロドロになってしまったりとか、あとは肥満ですね、肥満になりやすい、まあ、サイトカインが影響を受けたりしてですね、肥満になる、肥満因子が増えるとか、肥満になりやすくなるとか、あとは関節リウマチって、 というものもあるんですね。これは関節リウマチの人は、死、ま、臭、あ、病になりや死臭病菌がこう生まれやすいみたいなね、えー、関係因子もあるんですね。まあ、こういったものたちをですね、死臭病と関連する全身疾患どれかと聞かれたら、まあ、どれもですね、必ず選べるようになりたいものになります。必ずこれも整理しておきましょう。